はい、秋葉かなです。いつもね、こちらのチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。はい、今回もですね、前回の動画オプション関係をね、ご紹介の方させてもらったんですけど、それに引き続きですね、私が別途購入したオプションというかね、まあロードスターに関するものとかをね、ご紹介したいなというふうに思います。まあディーラーの方でね、まあいろいろオプションの方とかつけたんですけど、まあそれだけじゃ実際ね、足らないっていうものがまあ非常に多くてですね、まあ今ですね、まあこんな感じで、それなりにたくさんのものがね、揃ってきています。まあこれがね、すべてってわけじゃなくてですね、今これ収録日がですね、7月の7日になるんですけど、この後にもですね、Amazon のプライムデーとかね、そちらの方でも購入してますし、今ですね、タイヤとホイールを別にね、購入して3ヶ月待ちとかね、そういったものもね、中には含まれているんで、まあ、ここにあるものがすべてってわけではないんですけど、今日はですね、こちらの、ご紹介するものをですね、皆さんに見ていただいて、これからですね、ロードスターを納車を迎える方、そちらの方とかですね、今もう納車してですね、こういったね、ものをですね、追加で買っとくとね、いいのかなっていうふうにね、思われた方は追加でね、購入されたりとかしてですね、まあそういう方のね、購入検討を材料に、していただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。では、行ってみましょう。まずですね、左側から、こちら。携帯ホルダーですね。こちらの方は、エルコムさんだったかな、あの携帯ホルダーの方を今回購入の方をいたしました。アームが伸びるタイプでね、まあいろんなね、YouTuber さんでいろんなとこにね、取り付けてて、まあそれを参考にしながらですね、一応購入の方をしたんで、これは実際取り付けた後にね、皆さんにご紹介の方をしようかなというふうに思います。で、こちらですね、先日の動画でご紹介したシガーソケットの方からですね、USB 電源を取るアダプターですね、の方を、注文の方をしました。で、それに合わせてですね、USB の C2C の 4m だったかな、ちょっと長めのケーブルなんですけど、こちらの方を同時に購入の方をしています。まあ、私ですね、まあ、YouTube 一応やってるんで、車でね、撮影することも多いだろうな、ということもあって、電源の方をですね、その、車のシガーソケットの方から後ろの方までね、引っ張れるようにということでね、ちょっと長めのケーブルと、USB のタイプ A とタイプ C がね、取れる、このアダプターの方を、一応購入の方をいたしました。で、こちらですね。はい、こういったもんなんですけど、これケーブルをですね、挟んで、止めるっていうね、そういったものを Amazon で注文しています。で、この裏側両面テープになっててですね、まあ、ボディの車のね、どっかに、これつけてですね、そのケーブルがあちこち行かないようにということでね、止めておけるってものを購入の方いたしました。まあ、これそんなに高くなかったんでね、もし、ケーブルがね、乱雑になっているような方はですね、こういったのを購入されるといいんじゃないかなっていうふうに思います。続いて、これ、LED のナンバー灯ですね。今回ですね、玉だけを LED にするんじゃなくて、こういってですね、本体を全交換するタイプのもの。こんな感じですね。本体を全交換するタイプのものを購入の方いたしました。はい、ナンバー灯はですね、まあ白くて、白い方がやっぱ綺麗だなっていうふうに思うんで、こちらの方を購入しています。で、合わせてですね、こちら、これ、バックライトですね、車をバックギアに入れた時にですね、後ろで、光ってくれるバックライト、あちらの方の、高照度の方の LED タイプですね、こちらの方を購入の方いたしました。で、続いてこちらですね、これルームランプですね。ルームランプを LED に、するものですね。中にね、基板が入ってて、で、こちらをね、つないで、電源はですね、今ついてるその玉の方から取るというような感じのものをですね、購入の方しています。ロードスターね、中結構ルームランプ暗いっていう話は聞いてるんで、まあこういったものにね、交換することで少しでもね、明るくなればいいなっていうふうに思って、こういったものも購入の方をいたしました。で、これですね、これ何っていうとですね、じゃんと
なんかまあ傘っぽいんですけど、ここで開くていいのかな。これですね、日よけですね。今までもですね、まあ日よけってあんまり使ったこと正直ないんですけど、ロードスターですね、まあホロなんで暑くなるだろうなっていうふうに思ってですね、少しでも室内が暑くならないようにということで、一応日よけの方を購入いたしました。で、なんかね、折りたたんで蛇腹になってるタイプのやつ、ああいったものとかだとロードスター置いとく場所ないじゃないですか。なんでね、こういって折りたためるものっていうものを購入の方してみました。実際どうなるかわかんないんですけど、まあ、いっぺんねこういったものを使ってみて、でいいのか悪いのかっていうのをね、はっきりさせないとねいけないなっていうふうに思って、こうやってね折りたためんで、あ、このカバー使うかどうかわかんないんですけど、一応こうカバーにね、入れてしまっておけるっていうものを購入の方しました。ただちょっとこのカバーねしまいにくいんで、これまあなんと置いときましょう。はい、では続いてですね、こちら、これとこれでセットです。これですね、レクサス LS600 のね保温です。こっちが高温でこっちが低温だったかな、あ、なんか そうですね、そういう風に書いてあるんで、要は低温高温で分かれてねなるタイプの保温ですね。まあいろんなタイプの保温があるというふうに思うんですけど、私ですね、まあこれ以前使ったことがあってですね、まあその時の音が非常に気に入ってるんですね。今回ですね、マツダの保温のね、種類とかまあいろいろ調べていくとですね、多分この LS600 のね、保温がつくだろうなっていうふうに思ったんで、今回こちらの方購入の方をしてみました。まあこれ一時ね、バンパー一遍外さなきゃいけないんですけど、まあバンパー外すのもね、そんなに手間じゃないなっていうふうに思ったんで、一応ですね、それでバンパー外してですね、保温の乾燥の方をね、してみたいなというふうに思います。で、残りだいぶスッキリしてきたんですけど、あと、日焼け止めスプレーですね。SPF50 プラスの PA、プラスが4つの、高性のね、やつですね。これまあ、車の中に置いといたら爆発しそうなんで、私ね、カバンの中にね、常に入れとこうというふうには思うんですけど、UV カット、日焼け止めっていうのは、まあ、絶対必要だなっていうふうに思うのと、あとあんまりね、この毎回毎回塗ったりすると、それがめんどくさくてね、塗らなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思って、スプレータイプの方のものを購入の方をしました。この季節にね、オープンで乗ろうと思うと、まあ、日焼け止めは必須ですよね。それはもう間違いないなっていうふうに思っています。で、続いてですね、こちらですね。バケツハットの方で、これはですね、オープンカフェガレージさんの方でね売ってるやつをですね、購入の方しました。私ですね、あまりこういったものかぶったことないんですけど、まあ、結構ですね、かぶり心地いいなっていうのと、まあ、日陰がねしっかりできてて、まあ、撮影の時もですね、まあ、かぶってみて使いやすかったんですよっていうこともあってですね、今回、こちらの黒とですねね、なぜか同じくオープンカフェガレージさんでね、白の方も購入してしまいました。バケツタイプだとね、この首の後ろまでね、しっかり日陰を作ってくれるんで、この首の後ろって一番焼けやすいところだというふうに思うんですよ。なんで、まあその辺までね、ちゃんと日陰を作ってくれるところね、こういうバケツタイプの帽子、まあ最近流行りなんでね、こういうのも一つ購入してみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。で、オープンカフェガレージってことでね、こちらの方も購入してみました。これですね、皆さんご存知だというふうに思うんですけど、オープンカフェガレージさんのドアウェッジですか、っていうものですね。これまだ開封すらしてないんですけど、こちらの方結構効果あるっていうふうにね、ネット上の評判とかね、そういったの見ているんで、一応ねこちらの方も購入してみました。まあ実際ですね、ロードスター来て、まあ純正品の方とか外したりとかしてですね、まあ、そちらの詳しい寸法とかとね測りながら、実際にどうして効くのかとかね、その辺とかまでね、ちょっと一遍詳しくやってみたいなっていうふうにちょっと正直思ってます。結構これ興味津々ですよね。なんでこんな部品がね、そんなに効くのかと、純正品とサイズがそんなに違うのかというところをね、ちょっと知りたいなっていうふうに思っています。で、続いてこちらもですね、オープンカフェガレージさんの、これはですね、センターコンソールっていうのかな、この座席の後ろ側にね、開く、物入れのところの、中段っていうかね、ガソッと入れるんです。ガソッ。ほんと語彙力ねえな、わし。ガソッと入れるやつです。棚です。
なんでこの棚の方も一応購入の方してみました。私ですね、ウィンドブロッカーの方はですね、501スタジオさんの方、こちらの方をね、使っているんで、なんでね、そういった意味で、まあ、ちょっと今回、オープンカフェガレージさんはですね、この中の方に、使おうかなっていうふうに思ってですね、一応購入の方をしています。これはですね、ドライブレコーダーです。これ、ネオ東京さんのですね、ミラーカムプロ2っていうですね、まあ一番新しいタイプのものを今回購入の方しました。まあ正直言ってね、これじゃなくていいと思います。ネオ東京さんでもですね、これカメラがですね、前のカメラと後ろのカメラと室内用のカメラって3つついてるんですけど、室内用のカメラってツーシーターでいるわけないじゃないですか。まあミニバンとかね、で後ろの座席の子供のね、様子を知りたいとか言うんで、3つ目のカメラを使うとか言うならまだわかるんですけど、ツーシーターのね、ロードスターで3つ目のカメラ必要ないなっていうふうに後から気づいてですね、まあ思ったんですけど、まあ、一応最新のものを使ってみたいっていうところもあってですね、今回、こちらのミラーカムプロ2の方、こちらの方を購入してみました。で、こちらですね、これ合わせて、セットで購入しています。これですね、アイセルさんっていうねメーカーのですね、このドライブレコーダー専用のバッテリーです。ドライブレコーダーですね、こちらの方常時録画っていうのができてですね、まあロードスター駐車してる間にね、誰かに今日傷をつけられたりとかですね、何かいたずらをされたりとかした場合にですね、その室内のカメラとかですね録画しておいて、で問題解決につなげるという時に、車のねバッテリーの方を消費していくとですね、やっぱりバッテリー上がりとかその辺が心配になってくるんで、このドライブレコーダーのためだけのねバッテリーっていうのを別に購入の方をいたしました。まあ、最近流行りですね、こういうあのドライブレコーダー専用バッテリーって、まあ実際ねどれぐらいの持つのかとかね、その辺が全く分かんないんですけど、まあとりあえずないよりいいだろうというところもあって、まあ一度配線するんであればね、後から購入してもう一回配線し直すっていうのが正直ねめんどくさいなっていうふうに思ったのと、まあやっぱり安心をねちょっとお金で買いたいなっていうのも、まあ、正直あってですね、今回こちらの方を購入しています。これがあればですね、一応毎日運転するような方であればですね、まあ一日止めっぱなしであるとかね、そういった時もですね、一応こちらの方で、バッテリーの方を供給して、こちらの方でね、収録の方できるみたいなんでね、今回はね、こちらの方を使っていこうかなというふうに思います。で、最後。で、いいのかな？とりあえず最後。っていうことで、こちら。ロードスターっていうか、まあ、MX5 ですね。これ多分ね、日本国内では売ってないんじゃないかなというふうに思うんですけど、これアメリカ版のロードスター MX5 のトランクの中に入れるですね、カバーみたいなもの、結構硬めのね、この、ウレタンっていうか、プラスチックなのかな？ごめんなさい。ちょっとはっきりしたことがわかんないんですけど、まあ、ナイロン素材ですね。のもので、入れておけるものっていうものを購入いたしました。まあ、これがあることによってですね、まあ、ちょっと汚れたものとかをですね、まあ、そのトランクを開けて、そのままポンと掘り込むことができるというところもあってですね、今回こちらの方を購入いたしました。まあ、楽天とかでね、購入できるんで、リンクの方はね、一応出しておこうかなというふうに思います。なんでこれ購入したかっていうとですね、私一番ロードスター乗っててね、悩まなきゃいけないなっていうふうに思うのは傘だというふうに思ってるんですよ。傘をね、どこにしまうのかっていうとこですね。折りたたんで、まあ一人で乗ってればね、助手席の方にポーンとね、放り投げてしまえばそれで済むのかもしれないんですけど、二人でね、乗ってる場合って、傘どこにしまえばいいんですかね。私乗ったことがないんでわかんないんですけど、助手席の人のね、足元に2本、傘を入れるのか、それともトランクにね、こういったものを入れておけばですね、これであれば多少濡れてもですね、特にそのボディ側に染み込んでいったりとかすることがないんで、こういったものはね、今のシエンタにも積んでます。ちょっと汚れたものもね、ポンと放り込むことができるんで、私みたいにですね、そう撮影に行ったりとかして、汚れた三脚とかですね、そういったものをポンと放り込むこともできるという、そういう安心感をね、が得られるっていうことは、まあ非常にいいのかなと。まあできるだけですね、やっぱり車を汚したくないじゃないですか。で、こういったもんであればですね、
このカバーそのものを外に出して水洗いとかもできたりするんでね、いいのかなっていうところで、今回購入の方をいたしました。はい、本日の動画の方いかがだったでしょうか。まあ結構ね、たくさんのものを紹介の方させてもらったというふうに思うんですけど、まあこんな感じでね、まだまだですね、これからAmazon の方とかからでもですね、入ってくるということでですね、もしですね、これ、今日ご紹介したもの以外にもですね、こんなもん買っとくといいよっていうね、ことがありましたら、コメント欄の方にですね、書いて教えていただけると、納車までにね、間に合うようであればですね、即ね、ポチッと置きたいというふうに思いますんで、ぜひぜひね、そういったご紹介の方もよろしくお願いしたいと思います。はい、そのわけでね、こちらのチャンネルはですね、まあこういうロードスターのネタとかですね、まあ私がですね、まあカメラ好きなんで、カメラのネタであるとか、オーディオのネタであるとかですね、私は気になるものっていうのを皆さんにご紹介するチャンネルです。今日とかね、面白かったよって方はですね、グッドボタンの方をポチッと押していただくのと、またね、こういう話聞きたいなっていうふうに思っていただける方はですね、チャンネル登録ボタンの方をポチッと押していただきますとね、私の励みになりますんで、ぜひぜひお願いしたいと思います。はい、そんなわけで、今日の動画はここまでということで、またね、次回はそろそろ納車かなっていう感じがしてくるんですけど、またね、ぜひ、こちらのチャンネルを楽しみにしておいてください。では、さよなら。